かちゃんのアイラインをやっていきたいと思います。もう未だにこの体勢になってるのがもう信じられない。生まれはロシア、育ちは関西、舞台は東京、ピロシキーズです。はい、ということで今日は久しぶりに動画検証したいと思います。検証するんや。そう、あゆちゃん、ちょっと脇見して。脇見してよ。あ、ツル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 。ほんま？うん、今日は脱毛についてちょっと検証していこうと思って。で、今回は専門家の方に来てもらってんねん。うん、じゃあお願いします。はい、思っちゃったわ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。男性専門の脱毛サロンのメンズクリアさん、はい、になります。よろしくお願いします。で、ちょっと聞きたいんですけど、なんか世間的には脱毛って言ったらやっぱりこうテープを貼ってそれをビャーって言ってっていう、なんかそういうのが結構イメージとしてあるんですけども、こうビリって剥がすタイプとかっていうのは、まあ、毛抜きと一緒で根本的な脱毛方法ではないんですね。はあ、はい、もうその時に抜いてだってまた生えますもんね。やっぱ肌荒れとかもするやん、絶対。肌荒れもするやん、だってもう。毛穴のトラブルとかにもつながってるので、はい、で当店の脱毛方法っていうのがフラッシュ脱毛という方式になってるので、はい、生えてくる毛の根本的な解決方法になってます。はあ、根本的な解決方法。根本的、はい、まあ、フラッシュ脱毛なんて多分こうピッて光みたいなのも当てて、 そうです。でそれでこう毛根にこう作用するみたいな、そういった感じのものなんですかね。はい、その通りです。どういった部分的にはどこを一番やってたりするんですか。やっぱりヒゲっていうのが一番多いんですけど。ヒゲです、ヒゲです。ヒゲ、はい、やってますね。やってます。やってますね。一、はい、本も見えへんもん、ヒゲ。そうなんですね。もう私、ツルツルにしちゃってます。ツルツルにしちゃってる。ヒゲ剃りとかも全然しないんですか、最近は。そうですね、全くしないです。楽。じゃあ肌とかも、だからなんかすごい肌が綺麗やから。いやいやいや。やっぱそのヒゲ剃りとかするのをやめると肌とか綺麗になるんかな。まあ確かになんかトラブル起こるって聞くもん。なんかヒゲ剃りとかやってると、うん、なんか荒れたりとかもするしな。うん。うん、荒れちゃんだけに。うまいこと言うな。じゃあってことは全部脱毛しちゃってる。そうですね、腕とかももう。あ、ほんまや。まあ見えないんですけど胸も。へえ。ちょっと見せてもらう。あとでちょっと、はい、カメラ止めて後で見せてもらおう。ちゃんと後でお願いします。どうぞ。で痛いのって結局、はい、まあいろんな部位を多分あると思うんですけど、どこが一番痛かったですか。やっぱりどうしてもヒゲが痛くなります。はい、なんか一般的な男性の方ってあんまりやってない人も結構多いから、実際結構痛いんちゃうとかって思ってたりすると思うし、でそれをどんくらい痛いんかっていうのをちょっといろんなものを交えて、この痛みと一緒やでっていうのをちょっと検証してみたいなって思います。いい、ね、行くとき行くって言ってほしい。はい、じゃあ早速ですね、照射するとき言いますね。はい、うん、失礼します。ああ、冷た。おー、はい、当てます。あっ。恐怖は書き消されました。あのね、ただ単の恐怖から来るハーってあったけど、まあちょっとピクってするぐらいかな。あんたちょっとピクッとしてる。私の方がピクッとしてる。じゃあ早速照射していきます。それでは鼻の下ですね、軽く伸ばしていただいていいですか。はい、失礼します。それでは照射します。当てます。お、あ、どないや、こんなもんか。じゃあ早速な、いろんなもんと比べてみようと思って痛みを。で最初の検証するのはこれや。ちょっとなんか怖っ。叩かして。ちょっとじゃねえよ。叩かして。じゃあ、え、いやいや、お尻じゃねえよ。なんでいきなりお尻なんねん。そこお尻じゃない。叩かれたいだけやろ。もう普段のプレイが見えてくるわ、どんなんやってんのか。普通さ、検証やねんから手とかやろ、そんなお尻とかいきなりやって。じゃあ手で行こうか。本気で行くで。本気で行くの。本気で行って。怖っ。じゃあいいよ、行って。あー行って。今の音聞いた。ボンやったね。ドスみたいな音したな。聞いた。お前もこれ。どっちも痛い。痛いに決まってるやん。せん、内側行く、内側。もう
高まってんじゃない早せえやもう楽しんどらんと、はい、せーの、あー痛かった。めっちゃ赤なってる。痛っ。もう一回行く。いや、いいか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 い。どっちの方が痛い、どっちの方が痛い。いや、それはこっちに決まってるよで、これや関西人ならではのやつやろ。これどうやって使うか知ってる？関西人だったら分かるやな。そう、え、こうやって振り回すんやろ。時間が振り回さねえ。え、痛って、これ絶対痛いやつやん。ここ行くで、ここ。いじめたいだけやん、これ。え、行くで、じゃあ。はい、せーの、やっとこう。せーの、いってぇ痛いこれ参考になる大丈夫なんこれ。痛いで、こっちの方が。行くね。あ！ちょっと待って。鼻がさ、痛いねんけど、なんで？なんで俺鼻が痛いの？今。ちょっとどっち行った。しかもメガネ打ち飛んでるやん。もうやめて。ハリセンの方が痛い。次はな、これハリパッチン。おおもう殺すのよ、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 殺すのよ。ほな、じゃあ最後の検証や。じゃあ何？髪の毛を一本抜いてみるっていう。でもあれ、あれな、頭頂部。いや、もったいない、もったいない、ここはもったいないから。分け目があるところ。分け目あるとこもったいないやろって。そこが分け目がなくて、いっぱい生えてるところがいいね。ほら、生えてないのかよ、頭頂部が。生えてるけどな、生えてますちょっと行くとき言うてよ、行くとき言うてよ、行くとき言うてって行くやー。はい、せーの、あっ、あ、でもそんな、あーじゃないだろ。でも、あの、ちょうどいいぐらいかも。ちょっと似てるかも。ちょうどいい、あ、似てる似てると思う、なんかそれっぽい感じがする。近いってこと。近い痛みのレベルとしては。もう返して、せーの、あー、でもな いな。なんやねんそれ。どっち似てるやろ。確かに似てる。そうやろ。いやってことで、まあ、髪の毛を抜く痛みとほとんど一緒ってことやねんけど、うん、まあ、ただ髪の毛なみんなやっぱ貴重やから、なかなか自分で抜いて試してみようって気にはならへんから。ちょっと抜きたくない。そう、ここで、まあ、ちょうどいい試せるものがあって。あ、家に絶対あるやつや。そう、定規やね。定規？そう。定規ってどうつくの？そうよ、こうやってピシッてんなわけないやろ。もうなんなんこの古い、なんかもう何年前の関西のしょうもないわ、ノリツッコミとか。そんなやらへんねん、でも最近の関西人はもう。やるな。でも引いてって、この輪ゴムも登場すんねん。あ、でも家にあるんやから。で、そうそう、こうやって何センチまで引っ張ってピュッてした時の痛みと一緒かっていうのをやっていったらいいと思うって思って。やっていったらいいと思う。ほな、じゃあやらせてもらいましょうか。そう。え、あんたがやんの？ほなやらせてもらいましょうか。じゃあお願いします。あ、ちょっとカメラもうちょっと近く行かないと。光脱毛の痛さが輪ゴムでは何センチなのか。うちのまでするなよ。何センチぐらいやろ？10センチぐらいから、うん、じゃあ行ってみようか。あ、怖いな、なんかでも。あ、つけて。おっとー、せーの、あ、大丈夫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 、全然大丈夫。じゃあもうちょっと行った方がいいと思う。なんかそんな13ぐらいにしてみて。唇とんがらせんな、せーの、あ、近くなってきたけど、もうちょっと行ってみようかな。もうちょっと、うん、15センチな。15センチいくで。はい、行きまーす。敵ママ、もうちょっとこっち顔やってよ。行くで行くで行くで。あ、ちょっと待って、せーのってちょっと言ってよ。せーの、うわー、あ、どう？
これや、これ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 、じゃあちょっと、じゃあ20センチもちょっとほら、赤くなってきてるし、20センチはこれ言うてんねんから、20はいらへんねん、そんなもん。20センチやろ、いら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 、うるさいな、ほんまに。はい、じゃあ検証した結果、フラッシュ脱毛、ヒゲの痛みは髪の毛を1本抜く痛みと一緒。あと輪ゴムで例えたら、こう輪ゴムを15センチに引っ張ってってした時の痛みと同じぐらいやったっていう。でもそんな痛ないよな、多分、うん、そんなに痛くない、うん、なんやろ、なんかもっと生きてて痛いことって山ほどあるやん。あのさ、なんかあの唇とかがさ、こう乾燥してこうパリって割れた時とかめっちゃ痛いやん。あー、もう痛い、嫌な痛さ。そんなんと比べたらもう全然痛ないわ。ていうか、なんかここが一番人気って言ってはったけど、うん、他になんか次に人気な部位ってあったり。2番目ですか、はい、2番目に。2番目はやっぱりこの陰部周り。陰部周りが、はい、V ライン、アイラインって呼ばれる部位とかすごい。 V ライン、V、アイライン、 V、 えコマネチック V、 アイラインってどこですか？ V はなんかこの辺なのかな。そうですね、 V はこの、はい、V のあたりなんですけど。アイライン、やってます、やってます。え、はい、もう後で見せてもらおうな。え、アイラインってどこなんですか？アイラインは俗に言うと、あの陰嚢と陰茎の部分、そのそこも人気なんですか？人気です。それが人気やったらもう頭やってもらえる。イケメンやし、喜んでるやん。え、いやいや、ちゃうよ。はい、じゃあそれではクレちゃんのアイラインをやっていきていきます。もう未だにこの体勢になってるのがもう信じられない。何してんの、ちょっと待って、見てんじゃねえよバカ野郎、この女ほんま。もう見た赤にほんま、先生しか今日は見せへんよね、決めてるから。先生に見せていいのかよ。決めてんねん、それちゃんと、あのなんか目も保護しないで、してるしてる、はいはい、はい、じゃあ早速ですが、はい、脱毛始めていきます。はい、ちょっと全部冷たくなってますので。本当ですか？はい、どういう光景が広がるの？実況させんでよろしいバカ。この野郎。早速ジェルお塗りしていきます。はい、あー、入れられてるのか。なんか気持ちいいかもしれへん、ちょっとヒヤッとしてな。なんかなかなかさ、はい、あそこの部位がヒヤッとすることってないからさ。やめて、やめて。じゃあ手で伸ばしていきますね。ちょっと失礼します。あー、ちょっと待って。ちょっと大丈夫ですか？やばい、こっちが起きるわ。でももうなんかこっちがもうここら辺がなんかもう笑う他にできひん、今もう。じゃあ早速脱毛の方を始めていきますので、はい、チキン、ちょっとこれこそ行くときちゃんと行くんで、はい、了解です。じゃあ早速照射していきます。ちょっとちょっと、はい、それでは照射します。当てます。めっちゃ、でも、あの先生もう一回いいですか？はい、ちょっと もっと欲しいかもしれない。了解です。ちょっとじゃあ失礼します。はい、はい、もっと、もっと、やめろや。ってことでな、結構アイラインとかやってきたねんけど、やっぱちょっとハマるものがあるかもしれへん。ちょっともう、見せてだけやろ。もっともっともっといろいろこう、もっといろいろじゃないわ。あーってやっていきたいなっていうのに、決してそういうお店じゃないので、それだけはしっかりと、ちゃんと真面目なところですからね。あのメンズクリアさんの方に今確認してみたら、あのなんと、ピロシキーズ見たって言ったら割引をしてくれるらしい。あ、めっちゃいいやん。うん、だからピロシキーズ、ちょっと男性限定にはなるけども、ピロシキーズ見たって言ってくれたら割引があるみたいなんで、詳細は、え、すごい、それピロシキーズ見たら、ね、詳細はこうやってんのか、あんたもこうやりなさい、ほら。ここにありますんで、まあ、ぜひ見てみてください。ほら、あのグッドボタン忘れずに、あとチャンネル登録もお願いいたします。はい、